旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人の川瀬木の葉です。今回は海の幸をそのままに岩手のおすすめ寿司店15選をご紹介します。岩手県の三陸沿岸では新鮮な魚介類が豊富に取れます。牡蠣、ホタテ、ウニ、イクラ、そして旬の魚も海のミネラルをたっぷり含んだ新鮮な魚介類はたまらない美味しさですよね。そんな三陸の美味しい海の幸を生で新鮮なまま食べられるお寿司屋さんが岩手にはたくさんあります。今回は岩手県内でお店を構えるおすすめのお寿司屋さんを15選でご案内させていただきます。はじめにご紹介するのは寿司処金田です。寿司処金田は岩手県盛岡市にあるお寿司屋さんで、盛岡駅より歩いて10分ほどのところでお店を構えています。盛岡の寿司業界にあって押しも押されもしない人気店として知られています。お寿司はもちろん新鮮な魚介類もいただけると人気のお寿司屋さんです。そして料理が美味しいとお酒も進みますよね。寿司処金田では新鮮な魚介と相性のいい美味しいお酒の種類も豊富です。続いてご紹介するのはじゃのめ本店です。じゃのめ本店は岩手県宮古市にあるお寿司屋さんで、宮古駅前とアクセス的にも最高の場所に立地しています。宮古駅ロータリーの目の前にあって、地元宮古の新鮮食材が満喫できるお店です。三陸の海で獲れた旬の魚をふんだんに使った三陸ご飯は、ウニ、イクラ、マグロ、甘エビ、毛ガニ、アワビなどの山ほどの新鮮なネタが乗った名物メニュー。切り方や盛り付けも豪快そのものですが、魚介類の繊細な味わいには感動します。清潔感あふれる明るい店内は一人でも気軽に入れる雰囲気です。続いてご紹介するのは大寿司です。大寿司とは岩手県宮古市にあるお寿司屋さんで、宮古駅から歩いて10分ほどのところで営業されています。お客様の評判も上々のお店。店内は一般的なお寿司屋とそう変わりがない感じですが、いただくお寿司が普通ではありません。とにかく独創性に富んでいて、その美味しさに夢中になってしまいます。美味しいのはもちろん見た目も楽しいお寿司で、次はどんなお寿司が出てくるのか期待も深まりますね。続いてご紹介するのは日本料理寿司若竹です。日本料理寿司若竹は岩手県盛岡市にあるお寿司屋さんで、盛岡駅より大通り方面にある盛岡城跡公園の出前に位置しています。訪れるお客様が新鮮で本当に美味しいお寿司を気軽に楽しめるお店です。そのため四季折々の旬の魚をしっかりと厳選。もちろん三陸復興絆寿司みやびもいただくことができますよ。素材の美味しさは魚を選ぶ目利きと丁寧な仕込みが重要。決して気を抜かずに気持ちの良いおもてなしを心がけているお寿司屋さんです。続いてご紹介するのは吉寿司です。吉寿司は岩手県宮古市にあるお寿司屋さんで、 JR 宮古駅から魚西市場方面に歩いて5分ほどのところで営業されています。三陸宮古港で水揚げされたその日その日の新鮮な魚介類を食べることのできる宮古では老舗のお寿司屋さんです。おすすめのメニューは三陸復興絆寿司みやび、握りが11貫揃ったセットです。宮古の旬の食材を十分に堪能できるお寿司屋さんです。続いてご紹介するのは海鮮産直市場ジンベイです。海鮮産直市場ジンベイは岩手県北上市にあるお寿司屋さんで、 JR 東北本線、北上線、東北新幹線、秋田新幹線の北上駅より歩いて10分のところにあります。北上市を訪れた際には必ず立ち寄るという熱狂的なファンも多いお店です。人気の秘訣はホッとできるようなアットホームな店内で旬の鮮魚を存分に食べられることですね。東北の海産物を食べたいという方には5点差し盛りがおすすめです。続いてご紹介するのは寿司一力です。寿司一力は岩手県一ノ関市にあるお寿司屋さんで、 JR 一ノ関駅の西口から車で5分ほどのところにあります。手作り料理のすべてに老舗ならではの伝統の味が感じられます。創業明治元年の老舗に息づく味と伝統は伊達ではありません。最高の三陸の海の幸をはじめ、日本近海の美味しい旬の魚が存分に味わえます。宴会用として四季の料理も用意されていますので、大勢でのご利用も OK ですね。続いてご紹介するのは福留です。
福留は岩手県宮古市にあるお寿司屋さんで、 JR 祖慶駅から徒歩3分のところにあります。リーズナブルなお値段で本格的な握り寿司がカウンターで気軽に味わえるお店。人気の握り上は器の上に大将が握った芸術ともいえる寿司が並べられます。ネタの魚介類は宮古漁港で水揚げされたものをメインとして、大将が自らの目で選んだ新鮮な食材のみを使用しています。続いてご紹介するのは寿司懐石十兵衛です。寿司懐石十兵衛は岩手県盛岡市にあるお寿司屋さんで、盛岡駅より歩いて12分、車で5分のところにお店があります。岩手の旬を楽しめるよう四季の彩りが盛り込まれたお寿司は、江戸前の技術が生かされた三陸前の握りです。魚介は三陸を中心にして全国から旬の鮮魚を仕入れていますし、お米は新潟の契約農家から取り寄せたコシヒカリを使っています。お寿司のみならず寿司懐石もおすすめです。続いてご紹介するのは三寿司大通本店です。三寿司大通本店は岩手県盛岡市にあるお寿司屋さんで、 JR 盛岡駅南口下車歩いて10分ほどで到着します。駅前通りを直進して大通りと映画館通りの交差点を左に曲がり、名店会館の隣にあるお店、三陸地方の港で水揚げされた新鮮な旬の魚介を使った握りやお刺身が評判です。お店一押しの季節の刺身みやびは、宮城沖の赤貝や重江産のウニ、久慈産のホヤなどのこだわりの素材が使われています。続いてご紹介するのは幸寿司です。幸寿司は岩手県久慈市にあるお寿司屋さんで、久慈駅から徒歩3分と駅近のアクセス的にも便利な場所にあるお店です。厳選して仕入れた新鮮なネタが堪能できます。新鮮さと質にこだわり抜いた寿司ネタと四季折々に合わせた旬の和食が存分に味わえるお店です。明るい店内にはカウンターと個室が配置されています。外食や接待にも利用しやすいですね。岩手の美味しい地酒とともに新鮮なお寿司や和食がいただけます。続いてご紹介するのは寿司達です。寿司達は岩手県上平郡大槌町にあるお寿司屋さんで、復興きらり商店街の中にあるお店です。地魚料理にこだわり丁寧な仕事で仕上げたお寿司が味わえる名店。お客様を大事にするおかみさんの心意気が浸透していて、お店全体がとってもいい雰囲気なんですよ。美味しい魚が食べたくなったらぜひ訪ねてみてくださいね。接待などの利用にも最適なお店です。続いてご紹介するのは助八寿司です。助八寿司は岩手県奥州市にあるお寿司屋さんで、前沢駅から5分弱と駅にも近い便利な場所にあります。こちらの名物はなんといっても前沢牛の握り。創意工夫を重ねたお店の自信作です。牛肉は十分に熟成させたものを使い、肉の甘みを最大限に引き出しています。岩手県食の匠にも選ばれた一品です。日本で最初の元祖前沢牛の握りです。陸のトロとも称される前沢牛の旨味が堪能できます。続いてご紹介するのは寿司木村です。寿司木村は岩手県遠野市にあるお寿司屋さんで、 K1 プラザの1階で営業されています。駅からすぐの好立地に店を構えるお寿司屋さん。三陸の港にも近い遠野の地の利を生かした新鮮な魚介がたっぷりといただけます。質も鮮度も高い旬の魚を使った旬の握りは、素材本来の味が楽しめる極上の一品です。料理の美味しさを引き立たせる日本酒は全国各地から厳選。カウンター席以外は個室のため、ゆっくりと食事ができますよ。最後にご紹介するのは魚政です。魚政は岩手県宮古市にあるお寿司屋さんで、山田線宮古駅から車で10分ほどのところにあります。一見不愛想に見える親方の握りは、一度食べたら虜になってしまう人が続出だとか。接待はもちろんのこと、お子様連れでも気軽に利用できます。ネタは新鮮でどれを食べても美味しいですよ。お店は綺麗で清潔感にあふれています。宮古市には美味しいお寿司屋さんがたくさんありますが、ここじゃなきゃのファンが多いお店です。今回は海の幸をそのままに岩手のおすすめ寿司店15選として、岩手県内でお店を構える人気の寿司店をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。さすが新鮮な海の幸がたくさん水揚げされる地域とあって、美味しいお寿司屋さんがたくさんあります。岩手県を訪れた際には美味しいお寿司をお腹いっぱいになるまで堪能してくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。
最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。